犬寄せ忍ぶ。忍ちゃん。お前どうしちゃったんだよ。モンハンコラボで、星3で登場してさ、控えめに言ってめちゃくちゃ可愛かったよ。全人類が欲しがるその笑顔、俺もめちゃくちゃ惹かれたさ。後編ガチャ、初めて現金でダイヤを買わしてもらったよ。なぜだかわかるか？お前を推してるからだよ。だから課金もして110連も引いたんだ。それがどうした？確定枠 11.413% もあるのに、お前は1枚も出なかったじゃないか。これじゃあ俺はぐるみくんを辞めてしまう。犬寄せ忍、俺に提案がある。高木美優さん、俺とコラボしないか？リリース初日にヒカキン様がチャンネルに出演してたけど、本人のアカウントでは一切宣伝なし。これじゃあ宣伝の意味を全くなしてないんじゃないか。しかもその動画は今じゃ非公開。やっぱりはダメだ。高木美優さん、ぐるみくんを人気にさせるには配信者と声優がコラボするしかないんだ。ツイッターの DM で待ってるぞ。リクライの皆さん、ごきげんよう。ザンジと申します。ということで、犬寄せ忍ちゃん、お誕生日おめでとう。なんて素直に祝うとでも思ったか。もう前置きで何があったとかは見ている皆さんにも伝わってるかと思いますが、今回はね、犬寄せ忍に復讐してやりたいなと思って、散々その笑顔で俺の心をもてあそんだくせに、結局私の元には来てくれませんでした。そして迎えた誕生日、私の元に届いた言葉はこうでした。これが欲しかったんだろ、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 これが欲しかったんだろ。ということで、今回10連だけ引いていこうかなと思います。なんかモンハンコラボで一回ダイヤ使い切ったんですけど、なんかたまに直したんで、まあせっかくなら引いていこうかなって。忍、ほら星さん欲しかったよ。あの魚を釣り上げた時の笑顔、忘れられないよ。忍、お前がどうしても、お前のことをどうしても欲しかったからさ、110連もしたんだよ。ちょっと現金も出したんだよ。でもお前は答えてくれなかった。答えてくれたのはやっぱみゆちゃんしか勝たんわ。